寝たままできる腰痛改善ヨガを今日はご紹介します。寝たままシリーズ意外と好評なんですよね。皆さんやっぱり寝る前だったり朝起きた時にベッドの上でできるのってすごく嬉しいですよね。そしてながらで続けていただけるのはやっぱり日常に溶け込みやすい運動かなと思います。腰痛でお悩みの方、腰のあたりがだるい方、あとは座りっぱなしの時間が長い方だったり、下半身むくみやすい方にすごくおすすめの内容になっていますので、ぜひぜひ今から一緒にやってみてください。それでは早速始めます。では仰向けの状態でスタートしましょう。まずは足元の筋肉の緊張を緩める動きです。両足を天井に向かって上げたら、ブルブルと30秒間足先を揺らしていきます。手つけたい方は手も一緒に揺らしてもらって OK です。意外と足首が固まっている方が多いので、脱力してふくらはぎが揺れるのも感じてください。足の指、足首、ふくらはぎ、膝を軽く緩めて太ももの方まで揺らしていきます。これを行うだけでもむくみ解消にもつながりますからね。では動きを止めて、右の膝を胸の方に引き寄せ、両手で足を抱え、左足を遠くに下ろしていきましょう。このままキープします。吐く息で太ももと胸を近づけ合って、足の付け根を圧迫、吸う息で楽にする。呼吸に合わせて動いていきましょう。では太ももと胸を近づけ合ったまま、手の位置をもも裏に移動して、右の足首を90度に曲げます。ここからいける範囲で右足を伸ばしてみましょう。ゆっくり戻す。右足の後ろ側ですね、特に太ももの後ろあたりが伸びているか確認をしてください。ポイントは膝を引き寄せたまま伸びる範囲で上げていくこと。足首もしっかり曲げておきましょう。あと少しです。はい、では左の膝を立てて、左の太ももの上に右足の外側を乗せます。左の膝を自分の方に引き寄せ、手でキャッチして呼吸しましょう。腰痛の予防改善に一番おすすめと言ってもいいこのポーズ、お尻をストレッチしています。寝た状態で簡単にね、取り組むことができるので、ぜひこれは朝も夜もお布団の上でやっていただきたいです。ちょっとね、揺れたりしても気持ちいいですね。はい、OK です。では手を離して、次は前ももを伸ばしましょう。体が硬い方は一度起き上がっていただいてから、右足を後ろに曲げて、ゆっくりと肘を床につきます。もっといけそうだよっていう方は背中を床につけて仰向けになりましょう。左足伸ばしていただいても OK。 この状態でキープします。仰向けで足を曲げることが辛い方は、横向きに寝て手で足を引っ張っていただいても OK ですので、いろいろ工夫しながらやってみてください。とにかく前ももが伸びている感覚を感じていきましょう。腰が反らないように背中を床にぐーっと近づけていきます。はい、では左足を立ててから右足を離しましょう。反対側も同じ動きを行います。では今度は左の膝を胸に引き寄せて、両手で膝をキャッチします。この状態で右足を遠くに下ろしてからキープをしましょう。スタート。深く息を吐く、吸って緩める。下半身への血流を促していくポーズです。
筋肉の血の巡りが悪くて冷えていると、やはりそこから痛みが発現することも多いですので、足、下半身温める習慣つけましょう。では胸に引き寄せたまま両手もも裏へと移動、足首90度に曲げて伸ばしますよ。息を吐きながら、かかとを遠くに押し出すように、膝全然伸びきらなくてもいいので、自分の方に寄せたまま動き続けます。このあたり伸びてる感じしますかね。どうしても辛いよって方は反対の足立ててもらってもいいですからね。ただ骨盤が大きく丸まらないように、腰は床につけたままラスト1回です。はい、では反対の足立てていただいて、くるぶし太ももに乗せたら、右膝胸に引き寄せ、両手でキャッチ、キープします。手の位置ね、上から押さえてもいいし、下から太ももを支えてもらってもいいです。軽くかけてる方の左膝は前に押し出すようにして引いていきましょう。はい、では足を離して最後前ももストレッチします。次ちょっとね、横向きバージョンお見せしますね。足の甲を掴んで、膝が自分の反対の足と揃うようにしてから、かかとを寄せていきます。余裕がある方はお腹を薄くしたまま、少しだけ膝を後ろに引いていくと、さらに伸びていきます。腰が反らないようにだけ注意してください。はい、では手足を離して、最後は両足一緒に動きましょう。手を体の横に伸ばして、のひら床、膝90度に上げたら、吐きながら両膝を真横に倒して体をねじります。お顔は左側に向けてリラックスしましょう。左の肩、背中が床から浮かない範囲で足をねじりますね。緊張している部分がないように深く息を吐いて、では足とお顔を中心に戻し、もう一度足90度にして反対側に倒していきます。お顔も右側に向け、肩から腕、指の先までリラックスをしましょう。体の中から緊張をなくしていくように、少しです。はい、ではゆっくりと足、顔を真ん中に戻して楽に寝てください。本日は以上になります。皆さんお疲れ様でした。いかがでしたか？少しね、足元の血流が良くなった感じがしてくれたら嬉しいです。今日のストレッチはですね、全体的に太ももをほぐすポーズ、そしてお尻をほぐすポーズ、あと足の付け根の血流を良くするポーズを入れました。腰痛というのはですね、人によって理由はいろいろなんですけど、やっぱりお尻のあたり、下半身の血流が悪くなることによって筋肉が固まってしまうことが原因になっている方も非常に多いです。とにかくね、一日だけやってそれで終わりじゃなくって、何か痛みを予防するためには継続が必要になります。今回の動画、割と短めにまとめてますので、ぜひぜひ日々のお供にしてください。これで腰痛予防しますと宣言してくださる方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして皆さんからのリクエストをもとに動画を作っていますので、皆さんたくさんコメント欄にリクエストをよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。